プロ野球セ・リーグ巨人 DNA19 日東京ドーム巨人の浅野翔吾選手が試合前のエンジンでまたしても話題を呼びました画像8回同点に追いつき喜ぶを見せる安倍晋之助監督試合は引き分けになるも優勝マジック9転倒。浅野選手は前日の DNA 戦で優勝したくてしたくて神社に行ってきましたと話し 自ら購入したお守りを一人一人にプレゼント。この様子が SNS で話題となっていました。この日もエンジンの中心には浅野選手。昨日、優勝、マジックがつきましたけど、監督も言っていた通り木を抜かずにやっていきましょう。お声をかけます。続けて、せっかくマジックをつけたので、と話すと、手を後ろに伸ばし、水星マジックじゃなくて、油星マジックでいきましょう。 さあ行こう、とペンを2本取り出し、ラインに大声で呼びかけ。浅野選手の盛り上げに、選手たちは思わず失笑。横で見守っていた坂本隼人選手は、肩を叩いて笑いながら浅野選手をフォローしました。プロ2年目、19歳の頑張りに SNS では、A キャラやな朝浅野くん、油性マジック用意する浅野地川よ、ますます浅野翔吾選手好きになっちゃうよ。 一度ついたら消えにくい、油性マジックの気持ちでいこうわら、といった反応や、この滑ったのはバットで取り返してくれ、といった期待のコメントも寄せられました。そして、浅野選手は2番ライトで先発出場、初回に四球で出塁すると、続く吉川尚輝選手に先制の宇宙艦タイムリーツーベースヒットが飛び出すなど、巨人が2回までに3対0とリードしています。